高松商業の水原茂、夏の甲子園で2度の優勝を経験している。大正14年第11回大会高松商業初優勝の時は三塁手として、また昭和2年の第13回大会2度目の優勝の時は投手で5番打者として活躍した。松山商業の影浦勝は2度甲子園の土を踏んでいる。第18回大会では決勝まで進み、連覇を狙う中京商業と対戦。中心打者として、また救援投手として活躍する。2回から好球援を見せていた影浦だが、9回に同点に追いついた直後の守備で足に打球を受けマウンドを譲る。延長の末4対3で敗れ、初優勝のチャンスを逃す。京都商業の沢村栄治、後に巨人のエースとして来日したアメリカ大リーグの強打者にも力投した名投手である。しかし第20回大会では1回戦で敗退している。五校中学の藤村文雄は第20回大会優勝投手の栄冠に輝く。決勝では熊本工業から14個の三振を奪いシャットアウト。熊本工業の外野手として出場していた川上哲治も3打席3三振に打ち取った。松山商業の千葉茂、第21回大会決勝の育英商業戦では8番レフトとして出場している。松山商業はこの年第5回大会に初出場して以来の念願の初優勝を成し遂げた。熊本工業の川上哲治、第23回大会準決勝滝川中学戦ではサイドスロー気味のフォームからスローカーブを交えてコーナーを突き、滝川打線を1安打に抑えて完封。しかし決勝は中京商業に3対1で敗れ涙を飲んだ。中京商業の野口二郎、第23回大会野口川上の決戦とも言われた決勝は、3点を先行した中京商業が熊本工業の反撃を9回の1点だけに抑えて優勝。野口は正確なコントロールとスピードを持ち、一球一球丁寧に投げ、ピンチになっても冷静さを失わなかった。中京商業は4度の出場で4度とも優勝という輝かしい記録を達成した。紅葉中学のエース別当薫、速球とドロップが武器の大型投手。第24回大会別当はバッティングも良く投打にわたる活躍で紅葉中学準決勝進出の原動力となった。紅葉中学の別当と兵庫代表をかけて投げ合った滝川中学の別所武彦。別所は1回半ばで救援に立ち、2回以降は紅葉中学を0点に抑えて大気の片鱗を見せた。海藻中学の島誠一、第25回大会5試合全部をシャットアウト勝ち。特に準決勝の島田商業戦、決勝の下関商業戦と2試合連続のノーヒットノーランという大記録を達成した。海藻島投手の台湾に封じられた下関、最後の攻撃を虚しくついに5対0。ここに海藻中学はノーヒットノーランの回記録を持って堂々と優勝を勝ち得ました。かつて行き詰まる試合終了後、晴れの大優勝被害は村山会長の手から海藻中学キャプテン島誠一君に授与されました。速球、ドロップ、どれをとっても人一倍球威があったという。